数値って良くなったんですか？おお、嫌なとこ突っ込んでくるね。鋭いですね。無風ですね。おいで、小暮です。売時相原です。小暮さん、ちょうど1年前ぐらいから売り時って、ロンドンブーツ1号2号の田村敦さんに出ていただいてるじゃないですか。今こちらに画像が出てるかと思うんですけれども、田村敦さんに出ていただいた理由とかきっかけってあるんですか？こういうのって、何人か候補いただいたりするんですよ。で、まあ、お話ししていく中で、まあ、我々の場合は、今、注力商材としては高単価商材じゃない。で、そこの、まあ、ターゲットユーザーだよね。その年齢層がとか、どういう人がうちのユーザーなんだっけみたいなところと、まあ、親和性がある、まあ、タレントの方、芸能人の方に、まあ、出ていただこうみたいなところで、まあ、そこでいろいろ検討させていただいたっていうのがあって、で、特にね、やっぱり高単価になればなるほどさ、ちょっと昔のね、ユース業界の負の遺産じゃないけど、例えば買い叩かれたとか、しがいがあったとかさ、なんかそういうことが結構やっぱり未だにね、イメージとしてあるので、で、うちはもちろんね、そういう価格とか、そういうさ、買い叩かれたみたいのをなくしていこうと。で、ちゃんとした、公正な取引をリユースでやっていきましょうみたいなところに立ってやってるから、まあそういったところに対して、やっぱ安心してもらいたいんだよね。うちのサービスを使ってもらいたいっていうところの後押しとして、タレントさんに一緒になって、まあ啓蒙活動って言ったらあれだけど、まあうちのサイトに出てもらってね。で、安心して取引してもらえるっていうのは後押ししてもらうために、まあ出ていただいてますよっていうところで。で、何人か候補がいた中では、ユーザーのね、属性考えていったときに、まあ、一番リーチしやすいのは、まあ、田村淳さんだよねっていうふうになりましたと。で、まあ、それがほとんどなんだけど、もう一個理由があって、験担ぎ的なことがあって、一社目、私が学生起業したときね、実は田村淳さんのおかげで、ものすごい、それきっかけです。会社が成長したことがあったんですよ。田村淳さんの番組に私呼んでいただいて、日テレのゴールデン番組なんだけど、で、田村淳さんとの話の掛け合いがあった時にね、まあ、その時うち漫画の、全巻セットサービスやってたんだけど、そのサイトをね、淳さんが使ってくれてるって言ってくれたんだよ、その番組で。それが日テレのゴールデンで流れると。ボカーンバズって、もう毎秒注文が入るぐらい、ドドドドドってきて、で、もうサーバーはパンクしました。で、もう社内もうドタバタで。っていうぐらい、まあなんかすんげえいいイメージがあって、で、そういう意味でもちょっとご縁があったっていうのはあるんだけど、まあそういう験担ぎで、淳さんに、まあ、今回もぜひお願いしたいなっていう。まあもちろん、マーケティング先行だよ。それが最初の理由ではないんだけど、まあそういったのも相まってっていう感じかな。じゃあ、本当にマーケティング目線もありつつ、まあ、ご縁もありつつ、今、売り時には田村敦さんに出ていただいてるってことなんですね。結構他の会社さんとかものね、もね、社長さんと話するときにさ、タレント企業の話とかあるけど、マーケティング的な側面もあるけど、やっぱね、人だからさ、タレントさんって、やっぱね、結構ご縁はあるかもしれない、ぶっちゃけ、他の会社さんも。まあ、割合はいろいろ会社によって違うかもしれないけど、ご縁もあるかな、こういうのは。いいですね。まあ、確かに、まあ、人と人とのつながりですから、そういうところもやっぱり大事にはなってきますよね。まあ、とはいえビジネスなので、タレントさんに出ていただくことによって、数値って良くなったんですか？おお、嫌なとこ突っ込んでくるね。鋭いですね。皆さん気になってると思うんですよ。本当に、その質問はね、いろんな社長からね、LINE とか DM とか来てますよ。ぶっちゃけどう？みたいな。よくなった！みたいな。結構、ストレートな質問ガンガン来ますと。やっぱね、それなりにお金かかりますから、それがどのぐらいね、その投資効果として返ってくるのかって経営者って当然気になるよねと。で、まあ、結論言うとね、無風ですね。無風。無風。何も変わんない。そうなんですか。これ別にうちだけじゃなくて他の会社でも聞くけど、タレント起用したとか、ホームページにタレント乗っけたっていうだけで、数字が良くなるほど甘くない。ただ、うちはめっちゃ良くなった。うちは良くなりましたよ。これはなぜですか。無風だっていうのは、最初の2週間が無風でしたっていう話で、そっから3ヶ月経って上がっていった。これはね、やっぱ社内のクリエイティブとかマーケチームとかと、ゴリ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  PDCA 回していったからね。
なるほど。まあ、一個一個ね、PDC 回すにしても、吉本さんのクリエイティブチェックとか通すから、それが、ね、NG とかになったら、とか、なんかそのね、差し戻しとかいろいろあるから、時間とかも結構ちょこ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 かかったりするんだけど、それでもやっぱ2、3週間に1回ぐらい改善はできたかなって感じがあって、例えばさ、みんながクリックするようなさところにさ、タレントさんがさバン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 出てたってさ、例えばバナーとかねとかにタレントさんがガン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 出てたら、なんか広告っぽい匂いしない？ちょっとわざとらしさ感は出てしまうかもしれないですね。そうでしょ。なんかせっかく自社サイトでさ、自社サービスへの誘導のページなんでさ、そこ広告集しちゃうと当然だけどクリック率って下がるんですよ、うんうん、そうするとむしろタレント起用した方がなんか数字が下がるみたいなことも一歩間違えると起きちゃうんですよね。ここの訴求文言はこのタレントさんとセットだからやっぱ効果があるとか、やっぱそういうところがあるんで、タレントさんにサイトに出てもらうにしても、なんかどういうところになんか出ていただくとここのクリック率が上がるとか、ここのコンバージョンレートが上がるとか、そういうのが結構こう分かってくるようになるんですよ。出てもらうポイント、ポイントでどのポイントにタレントさんに、まあ、ホームページ上で、まあ、出ていただくかみたいなところは、なんか ものすごくこう数字に反映されるなって感じで、そう考えていくと、まあ、今僕らがやってるところで言うと、やっぱりアツさんのビフォーアフターで言うと、やっぱアツさん起用しないと今の数字はもう出ないなっていうところまでは一応改善はできたかなっていう感じ。ではタレントさんに出ていただければ必ず数値が上がるというわけではないけれども、まあ、その企業さんとタレントさんの相性であったり、まあ、それをどううまく工夫して使っていくかによって数値っていうのは上がっていくもんなんですね。そうだね。ありがとうございます。ここまで売り時のお話をさせていただきましたが、他の買取店さんでも最近タレントを起用している買取店さん多いじゃないですか。増えたよね、うん、かなり CM とかでも、まあ、タレントの方が出ている CM もよく見ますよね、まあ、そこでちょっとミーハー心もあるんですけど、どの買取店さんがどのタレントさんを起用しているのか調べてきたんで、一緒に見てみませんか。いいね、リユース企業タレントまとめだね。じゃあまずはじめに、前回ブックオフさんの動画も出させていただいたんですけれども、まあ、ブックオフさんは今寺田心くんが出ていらっしゃいますよね。本だけじゃないって言ってるからね。そうですね。あれめちゃくちゃ可愛いですよね。あとはバイセルさんが坂上忍さんから、まあ、少し前ではあるんですが木村佳乃さんに変わりましたよね。変わったね。いやあれ変わった時、うちクライアントさんだから、クライアントさんが変わるとうちも編集作業が発生したりするんですよ。結構社内でお変わるぞとか言ってバタ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 みんなでなんかこうなんか作業してたのをちょっと思い出すな。こうちょっと地味に大変なところもありましたね。やっぱりイメージもかなり変わりましたよね、うん、でまたイメージが変わるといえば、最近なんぼ屋さんが関根勤さんから関ジャニエイトさんに、うん、変わりましたね。ね、しかもジャニーズね起用するのすごい大変だったみたいだね。大変そう。らしい、大変らしいです。そうなんですね。ここからかなり若い女性層も狙っていけそうですね。その逆を言うとしたら、ザ・ゴールドさんは梅沢富美男さんじゃないですか。高齢者層を狙いに行ってる感じなんですかね。そうだと思うよ。完全にターゲットはそうだろうね。大吉さんとかで言うとまたちょっと化粧違うなっていう印象あるんですけど、 IKKO さんが最近も IKKO さんに変わったけど、まあインパクトだろうね。確かに IKKO さんのインパクトは私もすごく強いなって最初見た時思いました。あとはティファナさんが佐藤珠緒さんですよね。もうすんごい長いですよね。ティファンさんとも仲いいのいろいろ話させてもらうけど、 あそこも結構多分ご縁なんじゃないかな。あ、そうなんですね、うん、リサイクルキングさんが高橋秀樹さんになりました、ね、そこもやっぱりその安心信頼みたいなところと、やっぱ狙ってるターゲット層が年齢層高めなんじゃないかなって感じだよね。そうですね、まあ、かなり各社さんのこういうタレントさんの起用を見てみると各社さんの戦略も見えてきますね。そうだよね、もう全然違うよね。例えばさ、うん、その南部屋さんだってさ、関根勤さんだったわけじゃん、ずっとそこから関ジャニ8になりましたと。でバイセルさんもね、坂上忍さんから木村佳乃さんになりました。
って感じだから、なんか女性層を取りに行ってるんだろうなっていうのがちょっと戦略が垣間見えるよね。あと女性層で言えば大倉さんもクミッキーさんを起用されていらっしゃるので、うん、やっぱりその若い女性層っていうのは今狙い目なんですかね。若いっていうのは何歳かっていうのはちょっとあれなんだけど確かに、30代以上だろうね、うんうん、結構面白いのが40代50代の女性をターゲットする場合は30代女性に受ける店作りをしろとかっていうのが鉄板としてあるぐらいなんですよ。なのでやっぱそういったその層をまあ取りに行ってるんだろうなって感じはあるね。本当にもうなんか気づけば流通業界芸能人だらけになってるね。本当ですねタレントさんと一緒にまたこの流通業界ももっと盛り上がっていくといいですね。ブックオフはやっぱ寺田心くんだから若い家族層とか主婦層とかをなんか狙いに行ってるなっていう感じもあるし、一方でね、バイセルさんとか木村佳乃さんですよとか南部屋さんがあの患者さんですよとかになってくると、タレント企業からその各社がこれからなんかどういう戦略を取ろうとしてるのか、どういうユーザー層をターゲットにしてるのかっていうのが見えるんで、まあ、そういったところからなんかそこの会社の戦略とかを見ていくっていうのも面白いかもしれないね。今日は、まあ、リユース企業さんとこうタレントさんの関係性を見つつ、ちょっと各社さんの戦略も紐解いてみました。ではまたリユース業界の情報を発信していきますので、またよろしければぜひ動画ご覧ください。ありがとうございました。売り抜きでは買取のご支援をさせていただいております。実績として月に50万円の利益が増えた、また月に400件の買取が増えたなど、たくさん嬉しいお声をいただいております。ぜひ買取を強化したいという方は下の概要欄からお問い合わせください。